片やここの、前の道路、まあ、時刻一応撮影しておきますね。先ほどの撮影ですけど、髪の毛染めた女がどこかの部屋に入っていこうとしてたんですよ。まあ茶色から金にやや近いぐらいので、黒ずくめの人間で、その後ろを髪の毛染めてない黒ずくめの服の、女がこうスマートフォンをこう見るような形で後ろをついていってるんですよ。だから全体的にもともとね、何回も言ってますけども、正直佳子様とか皇族とか宮内庁の人たちの対応の仕方変なんですよ。この対応の仕方だったら、その昨日のね、夜中に撮影した動画をさっき見ていただきたいんですけども、まあ3時過ぎから撮影、3時ぐらいに撮影してる、撮影終わった時間が3時ぐらいかな、51本ほどの動画なんですけども、あ、だからもう今日4時間ぐらいしか寝てなかったっていうことですね。黒い服着て歩いたりしっかりと合わないっていう方法はどういうことなのかっていうこと、それルール逆にしなきゃならない。黒い服を着てた人間の方が睡眠不足にならなきゃおかしい。で、結婚話をしておきながら、電話でちゃんと相談しなかったりだとか、本人が。だからそういう風な人間、あと、芸能人かなと思われる、アンラッキーモルフェイスの、一応ね、バイオリン弾いてるジルって呼ばれてた人らしき人。いや、もう目元見たら全然違うんですよ。もともとメイクしてテレビに出てるでしょ。で、顔つき、その顔の輪郭もちょっと違って見える。マスクをしてるか、まあ分かんないといえば分からないんですけども、買い物行った時点で、そういった黒ずくめ、しかもまた黒ずくめ、建物の中から2階のエコールイラの、また医療業界が占領してしまってるところ、もうそこのフロア最悪のところ、そこから出てきて、黒ずくめ。で、前髪のところが、なぜそう思ったかって言ったら、前髪のところが、一部ここからここまでの長さだけ紫色だったんですよ。だけども、目元見たら本人と全然違う顔の輪郭も。で、その時の顔にやや近いかなっていうのは、私の動画の、私のホームページの淡井圭介の履歴の方から、映ってる、男性4名と女性1名、まあ、ジルさんかと思われる動画なんですけども、その周りにいた時のメンバーのうちの1名が、マスクしてこの間、夜の0時00過ぎに、そこの建物、もともと建築業界だったんですけどね、そこの、建物の、まあ、あちら階段があるじゃないですか。階段のすぐ下のところ、あの位置だったら家出た時に柱とかあるから見えにくいんですよ。で、自分の姿だけは見えないようにしようとして、その辺に立ってた人間の可能性がある。で、どういうつもりなのか、そのまず先ほども言いましたけども、その51分の動画、今先ほどパソコンにアップロードしようとしてたんですけども、アップロードできなくなってるんですよ。で、今行政の方に、警察の方に電話をかけて、パソコン、ちゃんと電源、入れた後、そのアップロードできるように、直してください。サイバー攻撃受けてるんですよ。この間も、もう1台のパソコン、動画をつなぎ合わせるエクスポート用の、すごい古いパソコンなんですけども、まあ、それもサイバー攻撃受けて、YouTube で、その行政の方に SOS を出して、パソコン直してくださいって言って、で、それで直って、また動画をつなぎ合わせることができるようになってるんです。で、その51分の中でね、大体の全容が分かります。
で、その佳子様たちが維持になって、その淡井圭介と会わないようにしようとしてるっていうところが、わからないですね。それどころか黒い服着て意図的に僕を殺しにかかってるっていう可能性は高いですね。まあそれは51分の動画見てもらったらわかります。まあ今日できればアップロードしたいんですけども、内容聞いたらみんなびっくりしますよ。その普段喪服っていうものは黒じゃないですか。だから喪服着て歩き回る人なんか昔まず見かけなかったんですよ。で、裁判所の裁判官が黒い法衣服着てるのは死刑判決があるからなんですよ。もう男性、女性問わず黒い服着るのやめた方がいい。相当悪いことするようになったら、そういうふうな服を自然と着るようになります。購入したりとかね。だから佳子様が絶対覚えてもらわなきゃならないのは、僕の自宅に来ることと黒い服を着ないこと。で、その黒い服を着ていた時のツケがね、普通の服を着た時に反動で着ていて、結局、佳子様の僕の自宅へ来るっていう覚悟のなさが、事態の停滞を招いている。まあ、これは国会議員の人たちにも当てはまるんですけどね。河川水門開閉式ダム、地下水流ストレートトンネル発電だとか、かまど発電に関してそうなんですけど。で、かまど発電に関しても、ちゃんと読んでないでしょ。で、バイオマス発電に関しても、ちゃんと読んでないでしょ。行政がし、あの、行っている内容とかなり違いますから、方向性と。で、こちらの方が優れているっていうことに気がつきます。その石油が採掘できなくなった時にどういうふうに社会が回っていくのかっていうことを全て想定して、ここまですればなんとかなるかもしれない程度ですけどね。だけども今の政府が行っている計画よりも倍以上僕の計画の方が電力は発電できます。で、あとプラス節約の部分、その消費量、その両方を合わせると、その発電プラス消費量のことを考えると、政府が今まで何十年もかけて行ってきたことよりも何倍も上いきます。国会の答弁とかも聞いていても、細かい内容を話していたりだとか、例えば自民党員がね、総理に何か聞くことって、ただただこう自分たちの党を守るためだけに適当に聞いてるだけで、今までの、ね、答弁何回か見ましたけども、時間の無駄です、本当に。なんかもう気が重くなってるんですけども、佳子さんはしっかりと私の自宅に来てください。ここですよ。アリの第1タウンハイズ2105室です。神戸市北区アリの中町3丁目16の18、アリの第1タウンハイズ2105室です。で、それは私が自宅にいる時です。それは何回も言ってます。海外の人への SOS ですけども、しっかりとここに来るように、他の王室の方たちとかも、あと世界中の人たち、伝えてもらえますか。滅びますよ。51番で私が述べてる内容とかを全て聞いたときに、ずっとみんな、後から客観的に淡井さんに言われた内容の方向性から見たら、
変だなっていうことにやっと気がつくんじゃないですか。その世界に慣れてしまった人たちはそれが当たり前って思ってしまってるから変だと思わない。無駄な時間をずっと費やしている人間は高額所得者になってる。以上です。